しかしだからこその愛おしさ、その熱さっていうのをね表現できないんですよね。あんなねアーティストはねそんなに出ないと思いますよ。まあ100年に1人どころか200年300年に1人ぐらいしか出ないアーティストかもしれないです。200-300年に1人なんて、現代の英知茂木健一郎さんをしてここまで言わせてしまう尾崎豊。その19歳の素顔をもう少し見ていきましょう。行ってみようか。カモン、尾崎豊がライブデビューを果たしたのは1984年3月、新宿の小さなライブハウスでのことでした。それからわずか1年半、多くの若者たちにとって尾崎豊はかけがえのない存在になっていました。巨大な特設ステージでのリハーサルが終わりました。間もなくこの広い客席がたくさんの若者たちで埋め尽くされます。尾崎豊は荒れる中学、不登校といった言葉がしばしばメディアに登場するようになった頃、中学時代を過ごしました。内なる怒りに身をよじり紡ぎ出された尾崎の言葉がそのまま作品となっていったのです。高校中退を経て18歳の時デビューを果たします。愛と自由、自分らしく生きることに強くこだわりながら歌に取り組む尾崎豊は同世代の若者たちから熱狂的な支持を集めました。チケットやプログラムを手に炎天下で長い行列を作る若者たちの高揚した表情が印象的です。やがてファンやマスコミは誰からともなく尾崎を10代の教祖、若者たちのカリスマと呼び始めます。尾崎自身はそのことをどう受け止めていたのでしょう。今でこそスタジアムライブは珍しくありませんが、22年前の当時はまだドームもなかった時代、10代のアーティストが野球場に数万人を集めるなんて、それ自体が画期的なことでした。塚さんが取りに行ってくれた。こちら、そらくに行かせた。あ、ほんと？あー、ビブ。アイラビで1曲やって、少し込みます。いい。あ、いいです。3万人もの若者たちが集いました。今もファンの間で語り継がれる伝説的なコンサートです。この日の尾崎豊を克明に追い続けた映像とともに、時の流れを超えて輝き続ける尾崎の魅力と19歳の素顔に迫ります。やりたい。でもアイラビで帰って、じゃあ行きましょう。それでいこう。はい、